私たちはアミンチュを応援しています。住まいを売る？貸す？どう生かす？ご相談ください。いいねを一緒に探しましょう。ピアライフです。良い子は絶対真似しないでね。ボコルの尻風船、土山の巻。うわーはははまた見つかっちゃったよ。待て、ボコル。うわ、ロボトレさん早い。観念しろ、ボコル。もう勘弁せよ。止まれ、ボコル。すっごい茶畑だな。どこまでついてくるの？ロボットレーサー V。待て、ボコル。うわ、追いつかれた。逃げても無駄だ。観念しろ、ボコル。ほう、あいだ。こうなったら、どうだ。参ったか、参ったか。おい、ふっ、あいだ。ロボトレーザー、勝負だ。うらえ。うん。いてててて。えい。うわー。 V。 ロボトレーサー V。 なに？バトルもええ加減にして、せっかくやから名物の土山茶でも飲まへん？いいね。しんべえしんべえ。油断したな。しまった、罠にはまった。僕の得意技、尻風船で一発逆転だ。何？またか。低予算な展開で滋賀県民に寂しい思いをさせるのはやめろ。へっへーだ、膨らめ。よせ、そのせいで視聴率はしぼむぞ。それならロボットレーサー V が割ってみろよ。割れるもんならな。モンキーターンパー。君の町にもボコルの尻風船が行くかもね。あとロボットレーサー V もね。ロボートレーサー V の活躍、かっこよかったね。
愛の土山マラソン、平和を愛する私もぜひとも走ろう。よーい、スタート。ロボットレーサー V、 頑張って。次はどこに行くのかな。でもレースは11月だよ。ジリンジリン、今度は紙芝居のおっさんやで。始まり始まり。安のおっさんが活躍する物語、おっさんは辛いよ、帰ってきた伝説のヒーロー、紙芝居版、シガッツマンなど豪華2本立て。紙芝居といえば紙芝居を見ながら食べるお菓子がつきもの。そこでこんな新作のお菓子をご用意しました。春色ヤステラ、脱塩した大花漬け、大葉漬けをミックスした天然色素の桜ソースをふんだんに米粉を使ったでっかいベビーカステラ、ヤステラに織り交ぜました。紙芝居のおっさん、大人も子供も楽しんでな。紙芝居のおっさん、ここに行きます。20日の祝日は成田ふれあい牧場。ハレルヤステラ販売はお昼1時半から、紙芝居はお昼2時。ブログやツイッターもチェックしてね。幼い日の帰り道はいつも父の背中、琵琶湖バレエも希望が丘もおんぶしてくれた父がいた。この番組はピアライフボーンフリーの提供でお送りしました。